岸シユ平タ、ヒラノシヨウ、ジングジユタ、の証キンプリメンバーの男らしさと信頼の絆読者の皆様、こんにちは。今回は、数々のトピックが駆け巡るエンターテインメント界で、注目すべき話題にスポットライトを当てます。キンプリ、キングプリンス。 の平野紫王、神宮寺勇太、た、岸太という才能豊かな3人のメンバーが、それぞれの未来に歩みを進める中で、一体どのような絆が彼らを結びつけているのでしょうか。彼らの魅力的な男らしさや、互いへの信頼関係に迫ってみましょう。2022年5月22日、金プリのメンバーである平野紫王、神宮寺勇太。 岸シユタがグループを離れ、ジャニーズ事務所を退場。その後、滝沢秀明氏が主導するエンターテインメント会社、とべに合流し、ファンや業界関係者を驚かせました。そして、岸シユタはまだジャニーズ事務所に在籍しながらも、同じく平野と神龍寺との合流が噂されています。その背後には、メンバー間の特別な絆があるのかもしれません。 岸シユタは以前のインタビューで平野仕様に対してザ男のイメージは仕様。遊ぶ時みんなを楽しませるために率先してはしゃぐ姿にリーダー肩たを感じる。メンバーの扱いがわかっていて何か時にかけてくれる優しさもあってかっこいいなと思うよ、と語っています。また平野仕様も岸シユタについてキシ君はすごく心が広いの。 結構長い付き合いだけど、怒った姿を一回も見たことがないからね。人の意見をさっと受け入れて、ちゃんとこなしてしまうところも男らしいと思う。ライブや舞台、いろんな場面で感じるよ、と称賛しており、お互いの素晴らしい特徴を認め合っています。さらに、神宮寺優太が選ぶ、男らしいメンバー、として、平野紫仕様の名前を挙げたことも興味深いです。 神宮寺は、塩は車や時計に詳しくて男らしさのポイントが高いよね。あと、たまにご飯をおごってくれる時も男気溢れてるなって思うよ。コンビニでもふとした時におごってくれるんだよね、とコメントし、平野の男らしい一面に魅了されていることが伺えます。 また、平野紫しの誕生日には、メンバーたちが肩車でお祝いする姿が報じられ、彼の魅力を唱えるメッセージが添えられました。その姿からも、金プリのメンバーたちが互いに深い絆で結ばれていることが伺えます。結論。平野紫し神宮寺勇太、岸優太、3人の才能あるメンバーが、それぞれの未来を切り開く中で、 特別な絆が彼らを結びつけていることが分かりました。騎優太のリーダー片着、平野潮の男らしい一面、神宮寺ユ太の男着。これらの特徴は彼らの個性を唱えるだけでなく、お互いへの深い信頼関係の証でもあります。 キンプリのメンバーたちのこれからの活動が新たな扉を開く一歩となることを期待し、その一瞬一瞬がファンにとって特別な瞬間となることでしょう。彼らの未来に心からの応援を送りたいと思います。読者への挨拶。今回の記事をお読みいただき、ありがとうございました。平野史洋、神宮寺優太。 シユうという素晴らしいメンバーの魅力と絆をお伝えすることができて光栄です。エンターテインメント界の今後の展開にどうぞご期待ください。皆様の応援が彼らの力となることを願っております。